こんにちは、ブルーホースです。ということで、続きやっていきましょう。皆さん、お久しにかけとる。いやー、お待たせしすぎたかもしれませんね。いやー、マジでそう。本当にお待たせしすぎました。そう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 。いや、マジでそうなのよ。あれ、あれちょっとね、しゃべってる間、あれに座れるのか。あ、そう、確か話終わらないと無理だったんです。あー、なるほど。弟がね、ちょっとね、転職をしまして。おめでとう。転職おめでとう。それでね、ちょっとね、新しい生活でなんかもうわちゃわちゃしてて、そうよ、その話をねちょっとねいろいろとこう今日はじっくりと聞かせていただこうかなと思ってたんですけど、あーしまったな、パンチラプレイボールしてるのに、残念ながら、あーパンチラーパンチラプレイボールしてるのに、ありがとうパンチラ、あーこれこれ、ちょちょ、あのさ、このチクタさ、あの実況始める前にさ、あなた長いって言ってたのに、そんな無駄玉打ってたらダメでしょうよ。まあまあパンチラプレイボールしてるし、もういいや、相手も回収しに行こう。そう、ねえ、まあ、トロバコくん、あの、おめでとうっていうことでね、まあ、転職、まあ、転職ね、あの、あれ、結局3社目だっけ、今。そうね、あの、短期転職を繰り返している、あの、社会的に言うとクズの立ち位置なんですけど、あれだよ、もう、あの、4つ、5つ会社を経験するのはもう今の時代当たり前だから、別にクズとは思わないけど、ダメはない。まあ、ニート期間があったから特にね、それはダメだと思ってるよ、もう個人的に。まあでも、それで言ったら俺もさ、あの、1社目辞めた時に4ヶ月くらいニートしてっから。4ヶ月なんてそんなもん、ね。まあね、あなた1年以上か。そうなんだよね。まあ、半年研修があったとはいえ。俺しかもあれで、あの、4ヶ月ニートして、最後の1週間ロサンゼルスにバカンスしに行ってっから。自由。いいじゃん。そんな余裕があって。そりゃそうよ、だって遊ぶ間もなく、こっちは辞める直前までなんか時期変更権使ってこようとしやがったんだよ、本当にアホちゃうかと思っても、人に勉強しろっつう前にてめえは法律勉強しろクソがって思いながらも、ああ間違えた、まあ今時はもうね、あの、そういうのがね、もうどん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  X 等々で淘汰されていく時代ですから、うん、なんかもう自分のツイート見直したら仕事の愚痴めっちゃ多いなと思ったから全部消したわ、さすがに。あ、ツイッターあれなんだ、 X やってんだあなた。あ、まあ名前本名は違うけどね。まあそれはそうだ、うん、あ、まあ、本名っぽいのもあるっちゃあるけど、でも次男坊確か本名でやってたよね。俺もあの名字のあの上の文字だけをであのやったりとかしてるけど、久々すぎてどのボタン押したらいいのかが分かってなかった今。あれどこ行った？あれ変態紳士どこ行った？ああいるんだけど。いるんだけど、あーちょあーサンキューサンキューシェイシェイサンキューシェイシェイありがとう。グーテンタ。あれちょっと離れられない。ゼルダ無双で鍛えてんだ、余裕だ射撃なんて。オッケー、全然進めない。全然関係ないけど。全然関係ないな。俺は今、何のゲームをやろうかっていうことを瞑想している最中やからな。よいしょ。あ、ちょ、待って、なんか、もう、PS5 買うしかないじゃない。え？あ、そう、PS5 な。あれなんかさ、あ、ありがとう、ありがとう。よく俺がこれを持ってるということをご存知で。いや、もう見えるからね。あ、そっか、背中に背負ってたな、そういえば。あ、まあそこもあるけど、そこは見てないわ。これ、あれ？あ、これ、今なんか、あ、これ出てきた。とりあえずこいつで一発ぶちかまそうと思ってんだけど、これでいけたっけ、電撃だっけ、あ、いけたいけた、いや、引いてんな、よし、オッケーオッケーオッケー、よしよし、あー、やべ、なんかあのさっきさ、レコード見ててさ、あのこいつに一発殺されてるレコードが残ってて、うわー、来てる、よしよし、そうね、刺されてるおっちゃんがいた気がする。刺されてるってか、もはや斬殺処刑されてる感じするよね。ちょ。あぶねえ、助かりんぐ。はい、いえいえいえ。兄弟、仲良く生きていくっていうのが大事だからさ。あー、これはもう本当にお兄ちゃんに勝つ。よい、兄貴のこと大好きだろ？いいんだぜ、兄貴のことしゃぶってくれても。よし。あ、ちょっと待って、下手くそすぎる。そして俺、全部俺に当たってる。全部俺に狙ってる。あ、なん？ああ。回復が遅い。よし。ほい。このタイミングで出てくるんかい。想定外だった。で、奥で出てくると思ってたんだけど。あ、そっか、そういうおっちゃんか。よいし
オッケー。あらら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 腕吹っ飛んでるからそこおーげーきーげーきーありがとう胸キュンタイムドッキュンドッキュンドッキュドッキュしちゃいますよ。なんかすげー激しい音楽流してる。ちょっと待って白濁液か白濁液かエロ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 さあ来いキャ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 俺に任せろ。オッケーうまい安い奪い安い早い。ちょっと待ってあちちちちちちあれよいしょあ、俺死にかけてる。ルールル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 ルタンクス、okay. シャンクスみたいな。あれあなたワンピース読んでないだっけ。いや読んでるよ。読んでるのかい。まあ1年前ぐらいのジャンプを今読み進めてるけど。1年前か。じゃあ一気に50話は無理か。30、40話くらいか。まあだってよくさ2、3週間に 1回休んでるからね。あのよく小田さん休みはるからな。そう。あぶねえ、切られた。いやいや、頭でな。ハンドガン、ありがとう。ライフル取り、5発か。まあまあまあ、でもそんなもんか。とりあえず。あ、ここだったか。一番いいライフル。あ、そう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 。だから俺、ライフル、最初必要かなと思ったけど、持ってこなくてさ。船かと思った。ああ。船あれやん。セミオートショット。何やったっけ、ライカンじゃなくて忘れた。何やったっけ、凄まじい変態男からだっけ。もう日本語になってないけど、ジャガーシー。おいあれ当たんね。あれあ、やっぱバカった。これ改めて見るとほんまにボブサップそっくりやな。あ、間違えた。ただのボブやな。どうしよっか。俺が乗ってないんですよ。乗ったって思ってたよ。何、まあでもあれ向こう側行くしかないよね、あれね。なんか、いいわ、俺電撃持っとくわ。電撃持ってるから、これで来ようもんなら、ごめん。すごいプルプルしてるわ、こいつ。やっちまった。普通にプルプルしてる。え、何、あなたが行くの。いや、行かない。援護射撃できるけど、これで別に。うん、こっちも援護射撃できる。行ってくる。さあ、来い。後ろから来たっけな。急になんか生えて、いや、後ろから来ない。ああ、ちょ、下手くそ。急に生えてくんだよな、これもな。これ、両サイドから来るんだっけ。左からも来てるね。ああ、ちょ、待って、なんで立ち向かっていった。生えた。お前、生やすなよ。お前こっち大変な時に取り2体同時だから現実でうまいことね。いや、これ一体送ってあげた。ちょっと待って、うっせえ。あっち、ああそう、返品や。返さんでええわ。ずっとそっち見てるもん。なんで返品すんねん。お前アホか。こっち来いや、早く。めっちゃこっち来たかったんやん。ちょ、危な。なんで返品すんの。いや、なんかそっちに興味示してたから。いや、まあ、そうだけどさ。だからあれでしょ、メスタイプだったんでしょ。ボブかわいそうやな、なんか。あ、そっか。ちょっと待ってな。すぐ向かうわ。アイテム回収さっき優先。これってさ、RF4 とかだったらさ、アイテム消えないけど、5とかは消えるべ。
飽きるかやっぱり。じゃあよかった、相手も回収しに行っといて。よし、オッケー。義理の兄貴と義理のお姉さんが今風来の試練を始めましたわ。ああ、永遠一生遊べる RPG。 風来の試練って何？スイッチのゲーム？もうスイッチやない。なんかてっきり64でできるゲームなのかと思ったけど。ああ、だから新作が出たんや、最近、確か。あ、そういうこと。6とかそんなんやかな。うえうえって、なんでブエ、なんじゃ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 。何も持ってねえんだよ。ベテランがね。おっぱいタイム、ありがとう。よいしょ。あのね、ロケット弾に直接ぶち込んだおかげでさ、なんか、一発で2体巻き込んで殺した。ロケットなんて撃てるんだね。あっぷり。こいつ、桁くらい？あれ？なんかもうさ、1、8発ぶち込んでるのに全然生きてんだけど。どういうこと？やっと死んだ。あれ？あ、離れます。で、まあ。最近さ、64系のゲームの実況を頑張ろうと思ってやってるんだけどさ、多分ね、近しくバンジョ、バンジョー高杉の大冒険を発令すると思われます。まだやってなかったんだ。いや、もうあの収録自体は始めてるんだけどね。収録自体は始めているんです。バッツォなあ、もう合わせてニョロニョロムニョロニョロ寝てろや。テロテロしてろ、テロテロ踏んで生きてんだよな。ピリ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 してんだよな。よし、どけい。あれ、おー、危ねえ。あれ、まだ生きてんの、変態男。オッケー、ありがとう。爆発すんぞ。あ、ちょっと めっちゃアイテム欄見てた。あ、Thank you so much。 ロケラン男、こっちを見つめている。あ、なんかかわいす。ああ。でも、兄貴ボコボコない。兄貴ボコボコさ。ザーコザーコ。これどうしたらいい？あれ、なんかこんなあるっけ？多分す。なんかめっちゃ横から聞こえ。あ、そういうこと。もう、ニョロニョロさせるなや。ほんで、来てるの、なんとかしてや。来てるの、なんとかしてや。どこいる？怖い。足元。オッケー。縦のおっちゃん。向きだけは変えてくれる。ここの隙間から撃てるのかな。おい。もうさ。もうこのライフル生産機かもしれません。もうこんな生えてくるもんだったっけ？ここはね、なんか多いイメージあるわ、確かに。マジか、そうか、マジにだけに。あ、ごめん。いけ。あ、ちょ、いやー、死なないんか。ブロード OK。 ちょ。OK のネックレス。いやー、今んとこなんかこんなグダってんのに一回も死なないで来れてることが奇跡みたいなもんだよね。いや、もう死んでるようなもんやけどな、これ。いや。ゲームオーバー画面になってないからまだマシですよ。もうこれすでにここまでで13分。これまだあと3つくらい修羅場あるよね。エレベーターが嫌いです。あそこ嫌い、本当に。永遠にくるくる、しかもここ途中まではいいね。弾切れたら終わりだもん。最後が嫌い。弾切れたら終わりポンチだもんな。よし、はい。ね、なんかプロコンが終わっててさ、マジで反応しないんだよね。あれ、貫通しなかった。痛い。あれ？俺ピクルの弾出なかったっけ？出てねえな。これか、これだ。あ、でもこれもランダムだった気がすんな。マジで？あ、出たわ。解像度がクソなのかさ。さっきから箱で横並びなのに1個ずつしか壊せないんだけど。あれ？ああ、5そうだよ。5そうやったっけ？5はそういうのあるぞ。ナイフマジで終わってるよな、これな。待って、俺、もう、死ぬやん。うん。
ちょっと回復してるけど。まああなたがあれ持ってくれてるからいいや。とりあえずあのこいつら無視しなあかんから。こうめっちゃ体さらしに行きますやん。え？別の測定オンデマンドが潜んでる場所なのかこれは。はい、これしかもくるくるで回りながらあるのに上の方見たらあるのか。やんなことはないよな。なんかねじ回しみたいな。もうなんかマップがすごいことあ、右かあるな。なんかこっちだったらすん中にあのエンブレムがあるんだよな、確かな。そうなんだよ。ここや。エンブレムはどうでもいいけど、とりあえずあれどこ、あれ違うのか。あ、いたよっ、抜群で。お、ありがとうありがとうありがとう。その間にこっちやっときましたんで、旦那。え、エンブレム今わしが破壊したの。え、あ、今あんたじゃないの。いや、ヘッドショットしかしてへんけど。ん、わ、俺うめえって思いながら敵ヘッドショットしかしてへんけど。ちょ待て、そんな怖いこと言わんといてくれ。俺そんなんさちょ、俺普通に敵のあのボディをぶち抜いただけやってんけど、あのレバー。だでもさ、あの真ん中のだから暗い部分にあるから貫通していったんじゃん、そっちが。あれでもさ、いないところにあるんじゃなかったっけ、エンブレム。え、そんな怖いこと言わんといてや。何が起こった。でも上向きにしか撃ってへんねんけど。マジか。え、これでもあれやで、あのもうほぼ真横みたいな俺も上、どちらかというと上に向かって貫通させてったスタイルやったけど。え、いけ。おい、いたよし、オッケー。あ、ちょ超長い。外にいるやつ耐久力低みたい、あのになってんだな。うん、あれ一発撃ったらなんとかなる、なる系女子。さーて、いつどのタイムで来るかな。ちなみにウェスカーで電気機弾とかぶち抜いたらさ、パッと現れたな。もうなんか急に現れる声だったよね。死にたいくらいはクラストかな。おマジで神やん。あ、しかもお前ジュクジュクしてる。50代くらいの女の子した。まずい、いやん。あ、50代の女の子どこ行った。これしかもさ、ここで死ぬと初めからじゃないの。そうだねってパルク言うけどさ、怖いんだよそれ。オッケー、よーりゃ。そんなに痛んでどこ行くの。ねえ待って、痛い、早い飛べ。威力が低すぎてこのショットガンも。だって未だにイサカ使ってるっていうことがもう選択肢のミスなんだよな。やばい、デュバリアになる。あと爆発するよとか。ここでデュバリアになることはなんかなかった気がする。あれあったっけ。いや、ないと思うけど、まだ撃ってきてるやついる。あれそれ下からでしょ。すごい、素晴らしい。俺たちの実力でここまでノーミスでいけてるぞ。ノーミスは、ね、こんなんちっ大丈夫。よし、オッケー。ここの上はなかったっけ。 あっちか、投石は。これどっちが行くかだよな。どっちが行く。私あんま接近戦に強くないからな。あー、でもこのショットがね、どうなるぶっ飛ばせんのかな。あ、まあいいや、じゃあ俺が行くか。硫酸弾手に入んないか、ここ。あ、マジで手に入るんやったら行った方がいいな。手付け式トイレがある。じゃあまあ、ベンジョザウルス。ベンジョザウルスって何。え、ただの便器か。どっから出てきた言葉。わからん。今なんか思いついて言ってみただけ。よし。急に巨乳を押し付けられても。まああの本当に卑猥な言葉しか言わないからさ、俺さ、実況中もずっとおっぱいチンチンばっか言ってんだよね。小学生の下ネタレベルなんだけどさ。これはどうしたらいい。これ最初どうしてたっけね。下手したらさ、下に降りてくんだよね。てかこいつらはまずさあ、そうそう、降りてくるから一緒に倒した方がいいんじゃないか。ここのやつはね、どこにいる。あ、いらっしゃい。だからじゃあ一点ずつそれぞれ倒しましょう。お前やるやん。
急に飛び始めるね。なんで振り返ったこいつ。降りた。飛ぶんか。ハートキャッチプリキュア。オッケー。あ、でもなんかあのレオンハートは手に入らなかった。残念。じゃあ向かっていくぞ。お前手に入ってる。裏山。わあ。で、わあ。これはさすがに。あれさ。うっそやろ。登らしちゃったよ。場所が悪い。いや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 、一体は俺が始末する。もう一体。もう一体はきついです。こいつもうこんな夜更けにバナナかよ。やばい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 。英雄的撤退。どういうとこ？なんとか的撤退。落ちろ。ドクドクドクハートキャッチプリキュア。プリキュアゲッツ。オッケー。あ、しかも硫酸弾じゃんこれ。あ、いいじゃん。硫酸弾に変えときましょう。あれ、なんか足音聞こえるのもいないな。え、あ、じゃあわしが構えてる音か。ああ、そんな怖いこと言わんといてくれや。じゃあ一旦そっちよろしく。金か。今当たってねえのか。え、また来た。とりあえず。ああ、そっちからも来んのか。でね、これね、下手するとあなたの方にも行ったりするからね、俺の方無視して。急にあの穴場からヒュンと落ちて、弾ヒュンしていくからさ。まあ、この実況は、兄弟仲睦まじく、かつですね、ただのハッピーボーイ兄貴と DT 弟が頑張ってくれますんで、よろしく。ET? 一個手前やな。D じゃない。あー、来たね。なんか聞こえるな。え、嘘。よいしょ、こっち来てる、こっち来てる。おっ、きょ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 。あーと、プリ、あ、ちょっとプリキュア見せてる、プリキュア見せてる。危ない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 。プリキュアミスった。あれ、ちょっと待って、なんかすごいかわされるんだけど。あれ、なんか時間差で死んでる。もう、道中拾った武器だから、もう適当にやるよ。あ、とても。もう逮捕できねえ。まあいいんじゃない。どうせセブンミニッツ遊ぶだけでしょ。あいつうまくはめたらもう挟み撃ちでどん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 やれんのに。あ、そうなん。まあいいよ。なんか昔マグナムで2人で挟み撃ちして一瞬で倒したことあったじゃん。あれ、そんなことあったっけか。もう1回しかできたことないけど。あれ、なんで挟み撃ちできたんだっけ。まあもう記憶にないからいいや。何のトークもなんか弾まないでごめんね。いや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 、兄貴の記憶力なんてそんなもんですよ。ということで、装備して、ドゥン、トライセル。まあ、なんかすごいところにこれも遺跡とかさ、なんか研究施設だとかなんかつけるよね。つけるってなんだ。つけ麺。マグナムもう持てねえな。そうなんですよ。マグナムの弾はね、持ってないんだけどね。持ってんのかい。いや、マシンガン整理したらいけたわ。なあ、ほんま。お、しかも、これ、グレネードランチャーがもうこうなるといらないんだよな。ここのハンドガン拾ってないよね。ハンドガン拾ってねえな。え、樽から出たやつは、なくならないのかと思ってたのに。ごめんよ。なくしちゃったわ。よし、じゃあ。4はなくならないんだけどな。5はなくなっちゃうのか。いや。クリスがこっちを見て振り返ってるシーンで止まったぞ。そう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 、あのあえて狙っていったから。いつもなんでさ、あのそんな立ち尽くして待ってたんだ。これさ、髪の毛さ、うん、どうやってんの？やっぱワックス。いや、これあれかな、あのラッシュアワー2のチャンツィーと同じ感じでさ、串一本くる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 って回してさ、でその後が一番ボケます。あれかっこいいよね。あれ本当にやってんのかな。なんか中国人のああいう感じのってさ、なんかできそうな気もするやん。雑技団じゃないけどさ。なんていうんやったっけな、ああいうの、なんか憲法みたいなさ、なんとか剣、
昇竜拳とか昇竜拳か昇竜拳はじゃあそれはそれはスト2や昇竜拳昇竜拳だっけああそっか昇竜拳か老化夫婦拳って思い出したけど鳥山明さんも亡くなったあれびっくりしたねあれね一瞬デマかと思ったもう あれさ68歳やんかなんか、うん、あそんな年なんだと思いつつもさやっぱ亡くなるっていうニュースからするとさ若って思うよなそうなんだよ70いってない時点で若いのよそうそうそうでさその後にさ X の方でさその著名な、ま、漫画作家の方々が亡くなった年齢みたいなのがさこう載ってたんやけどさ藤子 F 不二雄62歳とかさ手塚治虫60歳とかさまあ、まあ、その人に関しては、まあ、時代が時代だったからか、ね、そのくらい重要なのかなと思ったりもするけどでも若いよねダイナミックパンチャだからもう何よりもやっぱりねあの健康一番ですよくも膜下出血なんてしんどいぜだって謎の頭痛がずっと続いてさで急に爆発するわけでしょ脳がそう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 これエクセラいつの間に消えたそれなこれさ RE5 の時にさこのシーンとかもし再現するんだったらあれやったら面白いのよねそのエクセラがなんか実は後ろの方で逃げてましたみたいなさあのエイダあの RE4 のさエイダやった時にさうわめっちゃ向かってきてるこいつうえさあの次か RE4 のエイダ編やってる時にさあの鐘を鳴らしているタイミングであのルイスがさ連れ去られていくシーンがこう見えるっていうお前はなんていうこっちを振り返るな急にさあ向かってきたらとりあえずメガネをボンボンボンオッケーそこだでもあのさ3発ぶちかましてとりあえずじゃあモンゴル相撲しに行くでも拾えねえけどああでもライフルもらえるかあライフルもらえるわライフルの弾あげたらうん、ああよいしょ、まあ、とりあえずこれが手に入ったらもう勝ちでしょよいしょてか真っ先にそれを手に入れたな俺てかまずさグレネードランチャーの弾速で果たして倒せるのかっていう話なんだよね当てられるのかっていう一物の不安があるんだよなまあ私ご立派な一物なんだけどさ、まあ、でもあなたには負けるんだよないやあのクリスはもうねクリスはあれだぜあの体はゴリラだけどあのおおすごい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 帰った遅っあレッドハブ拾いてあれ何グリーンなのグリーングリーン走っていけ、うん、グリーングリーンとあのグリーングリーン普通にさ今さ電撃浴びせたらさビリビリしたんだけど電撃はさすがに効くでしょその距離でやられてんじゃんあ俺手当てしかってあそっか持ってなかった危ない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 てっ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 てお前図に飲むなよ痛い、うん、ジルがビリビリしてるでジルの電撃プレイはちょっと興奮するななんだかんだ結局ジルが一番可愛いんだよねそっち行くんかよあれレベッカじゃないんだいやあのねレベッカが一番好きジルあジルはでもねなんかねこうエロいお姉ちゃんって感じでタイプで言ったらやっぱレベッカかな一番はなでもトルバコはどのキャラが好きわしはバイオやったらシェリーやとシェリーああシェリーなシェリーはそれ何あの6年後のシェリーだわあれ何15年後のシェリーかあれは15年後かいやどっちもなんかねいいよねあのダークサイドクロニクルズの時のシェリーは可愛かった言ってあー確かにな確かにいやごめんロニーじゃねえかよそうなってくると確かにあれ綺麗だったけどやばい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 センキュー危ない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 めちゃくちゃでここまでキンとキンとしたことね走るであー知ってきたもうこの子のゼロ距離で走ってくんなよってこんな立ってる状態で戦うもんちゃうねんちょ隠れてた人間をあぶり出すなおい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 
あ、もう。あ、だだだだ、よし、OK。避けたもん勝ち。逃げっぽいよ。OK。てかね、もうあいつとね、遊んでしまないんすよ。本番はこの後なんだよ。何しとんねん、お前は。ほんで。なんでこっちから向かってくんねん。おー、わセクハラしたら、セクハラしてたら、お前俺の女に手を出すなっつってやられた。もう、誰に何を言うてんねん、お前は。ほんで、さっきから。これ、硫酸当てたらどうなるか、ちょっと興味は。あれ、こいつ、サングラス復活してるやん、よく考えたら。そう、隠しサングラス。あ、じゃあ、俺、ダメージ取ってるよ。なんで歩いてんの？あ、拾ってる？めっちゃ引っかかってへん。わーわーわわ、ちょっと、サングラス剥がしたのに、なんでや。ちょっと、もう行くねん。もう、意識朦朧としてるやん、こいつ。もう、ごめんなさい。からよ。ごめん。もう、お互いにやばい、逃げろ、逃げろ。なんで、たまたまやけど、肩を並べて同じ方向に逃げていく。ゼア出る。え、でもこれもう7分経ってんじゃないの？え、ダメ？これバレてんのかよ。さあ、これ。さあこれ。ただ今、ただシェリーのあの、おお。ただシェリーの巨乳を眺めて、シェリーじゃねえや、シェバだ。シュワ？シェバさ、マトリックスレザレクション見たんよ。いや、その石見知事を見た。はい。あ、ごめん。いや、あの、マトリックスレザレクションさ、見たんよ。うん。そう、座作やったわ、あれ。まあ、そんなもんなんだよ、あの誰？あ、ジルに一発かまされてた。危ない。あれ、トルバックは見たっけ、それ。いや、見てない。あのね、トリニティが超人化するっていう謎の、俺も腹立つことされたわ。トリニティがなんかあの世界を救うみたいな感じだったわ。あ、そう、なんかゲップがあったのは見て、ゲームがクソもんなさそうだったっていうのは。そうなんや。昔のやつはおもろかったのに、スターウォーズと一緒やな。あのエンターザマトリックスな、あれめっちゃおもろかったよな。あれめっちゃ終わったわ。たまたまあのゲームキューブで、その俺の誕生日の時に買ってやってみたら、結局クリアするのに高校生くらいまでかかったけど、なので小学生か高学生。あれ結局途中めっちゃ難かったんやな。そろそろ、あれ7分経てへんの、まだ長いな。間違えた。いや、終わったけど。あ、終わった。なんか急にいなくなったなと思ったら、あ、これもしかしてダメージ与え切った？ないね。無理っすか。貴様らっていうはずやから、確か。あれでもフルボッコにしても貴様らって言うっけ。あの、なんか、あの対処するボコボコに殴り散らかしたと。言わんか。いやー、どうやっけな。フリーシナン、ゆっくり黙ってみましょう。え、何、本日のお供は何飲んでんの？あ、今日は、あの、温かいココアを飲んでたんです。さっき焼酎軽く飲んで。な、酔っ払いプレイだったのか。いや、全然。ちょっと薄く作りすぎた。あー、まあ、あなた、あれ、酒強いもんね。ただ、やっぱ、麦はあんま好きじゃねえなって。麦と芋の違いもよくわかんねえんだよな。ねえ、私逆に日本酒がダメでね、ダメになった。ああ、それは悪行いしちゃうってことね。うん。ウイスキーって日本酒がダメだな。あ、ほんま。まあ、ウイスキーそういうの無理やけど、ハイボールは普通に飲むな。やっぱね、一回潰れたごとかあるお酒は基本的にダメだ。ああ、そういうことね。だ、あの、そもそもの体質がダメな可能性もあるけど、あの、なんていうんだろう、その苦手意識が生まれちゃうところなのかな。そうね、次男坊がアホみたいに飲ましてきたことがあったから、それでもうダメ。次男坊さ、酒くそ悪いやん。
うん、あれは本当にダメよなあ。もう酔っ払ってさ、親父に悪絡みするのはちょっとさすがにいつかほんま締め殺さなあかんと思うよな。父ちゃんもよう許すやなと思ったわ、あれは。いやあれさ、多分これもうあの還暦間近だから許してるけど、もうなんかいろいろとおとなしくなってあれ30代40代やったら多分あいつなんで俺狙う、ね、なんで俺狙う、これ階段に向かっております。ピッチスイキスイキス、あ、いけるかいけるかいけるか、アイテム拾ってたら、ああ目の前に、昔さ、あの俺の一番あの幼き頃の記憶だとさ、広島に住んでた時にさ、親父がなんか夜仕事関係か誰かか分かんないけど電話してて、で俺と次男坊が、ああ俺が死ぬんかい、俺と次男坊がさ、なんかちょっと騒がしくしてたらさ、お前らちょっと二人来いっつって廊下に連れ出されて、二人とも思いっきりピンタされまくったっていう記憶があるんやけど、そんなことあったんだ。だってあの時多分まだバブーの時期だからさすがに覚えてない。俺だってあの時もう4歳か5歳だから。なわけね。え、あ、俺生まれてんのか一応。いやでも私生まれてたか生まれてないかまでは覚えてないけど、はい、その俺の記憶はそんな感じだったってことやな。ちょっと待ってよ、これは今後また必要になってくるかな。あ、所持金不足だ。さすがに手榴弾は捨てたけど、捨てたじゃねえわ、外したけど。使うとあれだもんね。まあいいや。どうしよう。遠目で、あ、ちょっと待った。もう売ってったら、あれだったら、まあいいや、もう全部売却しちゃおう。ね、ここに来て大盤振る舞い。とりあえず威力を上げておかないと損だもんな。OK。で、まあこんな感じでいきますか。ショットガンを使う必要ないんだけどな、こいつ。そうか、体力こっから始まるのか。ちょっと回復してるけど。気持ちな。よし、やるしかないか。やるしかないか。ナウシカしかないか。風の谷の降りてきた。どこ行った？もう浮き方があれなんだよね、普通に。あの、あれ一緒なんだよね、ウェスカーと。オッケー、一本強い。さあ、おっぱいを私に献上しなさい。おっぱい献上せえっちゅうね。あ、アイテムあった、拾ってこよう。例えば今年はあのバイオは新作は出ないっぽい噂が流れてる、ね。まあ、毎年出てるのがおかしかったけどな。まあ、毎年でもさ、なんだかんだでさ、派生作品も含めてだけど出たり出なかったりだよね。いってってやばい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 。あ、まあ RE4 がちょっと対策すぎたからな。オーバーキル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 。よく考えたら、あ、でもクリアしたら、あれどうなんだっけ、クリアしたら一回ここの画面に来れるんだって。まあいいや、うん、来れるよ、だってここで終わりだもん。そっか。とりあえずさ、このさ、あのハスハスってさ、あの何挑発されてるタイミングで攻撃できないのかなって。でかい、ちょっと遠いし。階段向かうわ、助けて。銃で撃たれる前に、銃で撃たれたけど生きてたのに。助け、ギャッツビーが遅い。華麗なるギャッツビーが遅いんだよ、レオナルド・デカプリオさんよ。丸ボタン押した。丸じゃねえ、 A ボタンか。 A ボタンか。ちょっと待って、ここに来てやばいな。フルボッコタイムやな。やべえやべえ。てかもうね、あのね、この時点でね、お互いが別行動してるのがもう間違いなくもするんだよね。そうなんだよ、そうなんだよ。オッケー、一本強い。さあ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 、おっぱいを探してほしいんだよな。もう頼むって、乳もみが一番男の癒しなんだよ。うわ、ちょっと、うわっ、ディア、おめえかよ。何してんだよ、立ち上がってるし。ほんであのさ、回復ボタン出なかったんやけど、顔の半分がめり込んどる床に。初めて見たわ、あんな死に方とか攻撃。いやいや、見たことはあるでしょ。いや、ないな、あの死に方は。あれよくやられてか、あれさ、あのシバがよくやるよ。
あのジルに対して逆にやられたって感じだよね。あちょっと待って、今の技あれだな、シックスのシェリーの技に似てんな。シックスのシェリーはなんかもうちょっとあのくる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 サークル描いて回ってくる。あ、それもあるけど、うん、確かヘッドショット後の攻撃が、あ、こんなところにブリリアントの、あ、なんかあれ、あのなんか回ってあの両足で回るやつじゃない確か。頼みます、頼みます、セクハラ大好きです。でも腕だから別にセクハラじゃないんだろうな。でも頭ポンポンもセクハラの時代。力なパンチ、ストレートパンチ体力を4分の1削ってきやがった。危ない危ない危ない、これでなんかできたりできなかったりするのがちょっとね、めっちゃ血吹いとった。なんか一応厳しいの、あ、投げるか、今です。これ無理、むずく、むずくない？おい、いいね、ついさあ、これでこれでこれでいけるか、これでこれで、おっぱ、おっぱいタイム無理、おっぱおっぱタイム。ホールビルって知ってる？ヒルビル？まあ、ホールビル。あれ、ちょくちょくあれ耳腐ってる、俺の音声が悪いもしかして。ポロビルって言われても、あ、アポロビル、アポロ11号がのアポロ。いや知らん。あ、知らんか。じゃああなたも健全な男の子だね。じゃあ健全じゃない男の子だね。むしろ。俺が健全な男だ。まあ要はあの ただのエロいお姉ちゃんが水着とかなんかエロい格好してなんか待ってるっていうギルです。じゃあもうド健全なのかわし。なんでや、逆や、まあ、まだ20代の男の子がす、おい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 、お腹ぶち抜いたぞ今。大丈夫か、いや、めちゃめちゃ抜いた。あー、2つ目の心臓を打ち抜いたですね。俺の血が出てんのかこれ、ダイナミックや、ほら同じことしてるやん。ジルと引き剥がしましょう。おらら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 らドラグノフようやってるわ。なんで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 、今 YB しか連動してなかったのに今。いってー、ちょっと待って、ちょ急に咳込むな。いや、これ普通にうどん調子が良くない。あ、やばい、おっぱい打っちゃった。こんな感動的なシーンなのに、なんか、おららららら、あなたのドラグノフの方が勝つんだ。2発は大変か、さすがに。あのね、多分ね、あのね、2発耐えられたかもしれないんだけど、俺を1発ぶち込んでるから。誰のせいでこんなことに。おめえだよ、増やしとこ。なんかもう、回復持ってくれてんもんな。そうなんだよ。じゃあ、ごめん、そういうことね。じゃあ、ここで手に入るからもういらねえかなって思ってさ。その前に死ぬからな。その前にそもそもダメージを食らってんだよ。あれとか、あ、なんかもうただのチンパンジーやもんな。こいつ一本強い。マニアック、あ、マニアック言うじゃん。え、このさ、ジルさん、今の性格悪いと思わんか。ちょっと待って待って待って、あの、やばい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 、これは性格悪い上に、ちょっと、しかも俺回復アイテムが1個しかないというね。あ、2個あったわ。普通にこれ最初にさ、渡しちゃったよ。もうだっても困んないけどな。俺、もう嫌や、なれへん、これほんまマジで腹立つわ。何しとんねん。あ、上登ってる。あ、降りた。よいしょ、はい、残念でした。後ろを見てた瞬間にお前の背骨は俺がボコボコにしてやるよ。脊髄人類を駆逐してやる。おら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 、この血は俺の血で合ってるよな。うん、まあでも貫通してるから、ただダメージ判定にはなってへんはずよ、ライフルは。そやんな、ただの貫通やんな。ボケランオッケー、俺ボケラン
あのちゃんと、まあ、装置のみ当てるから出てる血だ。ジルから出てる血ではある。ジルから出てたよな今な。うん、待ってこれさ、これだいぶ白目に見えるんやけど気のせいか。ああなんでやねんもう。あらたつさっきまで YB しか出てへんかったのに急に ZL ある。やった俺の救急スプレーが役に立った。あれどこ行った？あれがいいしめ。頼んだで頼んだで。これやっぱなんかジロジロ気もしてきたんだけど大丈夫かな。まあいっか。死んだらそこまでや。おら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 。頼む。煽るな煽るな。オッケー早い。さてとどこ行った？入ってくる。めっちゃ走る。早いなもうチンパンジー。オッケー。もうとにかくあの Y 連打しかしてないからね今ね。優雅に相手拾ってる場合じゃねえんですよ。あれともう間に合わない。あ普通に引き剥がしてくれてありがとうありがとう。これが一番本来効くはずなんだけどな。まあ本来のあるべき姿これなんですよ。さあ頼む。おお、ありがとうございます。半分ほど。呼びかけてる暇じゃないんですよ。呼びかけてる場合ではない。さあ苦しんでいるところ申し訳ないですが、もうこれさっきからさ、股間に肉棒を押し付けてるだけなんで逆だわ。もう何でもいいや。何終わろうてんねん。よし、オッケー、もう終わるんじゃない。あもう一回くらいありそうやな。あーうっけこれ皮膚の引き剥がし方がえぐいよなこれな。よう血出えへんよな。これがよ実写版の5やったら外した後も追ってくんで。ああ動いてるもんな。5と3もさ、3じゃないや、4か、4も最初さクレアがなんか洗脳されてなかった記憶失って。4うわぁ覚えてねえな。4なんか処刑マジニのシーンとウェスカーのシーンしか覚えてへんもん。あウェスカー後ろであの爆発した飛行機の上からなんだっけパラシュートでふわ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 降りてってるもんな。あーそうてかなんなあの最後のなんかほんまに雑な小学生が考えたとどめのシーンみたいなさ、とりあえず打ちまくっとけ。しかもその前のさ、何あのクリス・クレアがさ銃撃ちまくってあんなにかっこよく避けてんのにさ、あのアリスの血液を摂取しようとさ中からさマジに出した瞬間にさ普通にショットガン一発で殺されるっていう死んでもなんなんと思ったもんな。あれあかんやろ。そういうのまあ知らない、あの最後は助けをこうて死んでるからウィスカーさん。そうね、5の終わりであんなにななんかこうちょっとまた改めて黒幕になりそうな感じしてたのに。なんか5の終わり方ほんまさホワイトハウスでなんかこれから協力しようじゃないかって言ってたのに、結局なんか6の最初でアリスいきなり単独行動してんかった。そうなんかあれ一応なんか小説版でその間のストーリー描かれてるっぽいんやけど、あのその過程の中でレオンとエイダ爆死って書いてある。何ラクーンシティの地下にでも行ってたの？で脱出失敗したの？なまあまあごめん爆死は言い過ぎたけど、とりあえずあの死んだっていう設定になってるらしいから。まあでもねブルーホースがね昔作ってた小説も最終的に主人公を生かすのめんどくせえっつって爆死させたもんな。いやそんな小説は書いてたっけ？うん小学生くらいの頃にやってたかな。浪人してる時に書いてたあの小説は、普通の高校生の男の子とあの耳の聞こえない女の子が恋愛するっていう小説書いてて、最後あの主人公あの交通事故で死ぬっていう。声の形が主人公死ぬかどうかは知らんけど声の形やないか。あそうな。耳が聞こえないヒロインが出てくる分は見たことないんだけど。じゃああれやな、俺の小説パクられたってことやな、それな。だって、それ何？いつ頃の作品や？もう結構古いよ。古いんや。古いっつってもまあ、アニメ化自体はいつや、5、6年前。声の形？うん。声っつってもめっちゃむずい声や。あ、なんかあれやんな。うん。
あ、S、S や。ジルバレンタイン。いや、いいです。はい。じゃあ、結局ね、ジルに6回殺された、ジルだけに6回殺されたのか、これは。そうやね。ウェスカーも、わしらを殺せなかったし。最終的にまあ、結果、ジルが最強だったということで、はい。じゃあ、一旦、区切って、6の1チャプター頑張っていきましょう。ではまたお会いしましょう。バイバイ。